はい、サビキジカケではどうしても釣れないときはトリックがおすすめです。トリック仕掛けは針に網エビをつけるため、コマセカゴは不要です。網エビは冷凍ブロックのものを使用しましょう。これもこんな感じでパラパラっと。トリック仕掛けは針がたくさんついてて、下に重りがついてます。トリック仕掛けは解凍した網エビを針につけていきます。こんな感じでシャーシャーつけていきます。これがあれば簡単に針に網エビがつくので、手も汚れなくていいですね。糸は張った方がつけやすいですよ。はい、いろんな魚がたくさん釣れるサビキ釣り、おすすめですよ。以上がサビキ釣りの手順になります。最盛期には3桁超過も狙える釣りです。皆さんぜひチャレンジしてみてください。